はい、さんちゃんです。本日はですね、今シーズン使っていましたスキーの板についてレビューをお話ししてみたいと思います。私のチャンネルでは山に関する役立つ情報、また私の山での活動についてお話ししておりますので、まだチャンネル登録するんじゃない方に関しましては、今チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。私ですね、今年使っていた、スキーの板なんですけども、マインドベンダー 108Ti というですね、こちらのですね、限定デザインのモデルを使っていました。知ってる方はいらっしゃるかもしれないですが、私実はですね、今年板をですね、1本なくしていまして、その板がですね、マインドベンダーの116というですね、かなり、大きめのパウダーの板だったんですけども、そちらを、なくしたこともあって、新しい板を買わざるを得なくなって、この板を選んだといった形になります。で、使い心地だったりとか、どういう人に向いているのかとか、お話ししていければなというふうに思っています。先ほど話した通り、マインドベンダー116というですね、私一番そのマインドベンダーのシリーズの中では、太いですね、板を乗ってたんですけども、こちらの板ですね、当たり前ではあるんですが、ゲレンデでですね、ちょっとカリカリになると非常に滑りづらい板になっていました。フリーライドを向いているスキーを選ぼうと思っていて、前この116のマインドベンダーを選んだわけですけども、どんなコンディションでも使うとなるとあまりにも太すぎるかなというふうな印象を抱いていました。板がですね、一応スキー場でなくして、春に見つかる前提だと、いうことであれば、もうちょっとですね、小さいサイズの、モデルを用意してもいいのかなというふうに思いまして、この108ですね、のモデルを選びました。もう本当に8ミリしか違わないんですけども、実は素材が若干違いまして、116の方は、カーボンでですね、覆われた素材に対しまして、108Ti に関してはこの Ti というですね、チタンのプレートが外側に、張り巡らされているといったモデルになります。この 0.8 センチっていうのが私にとっては実はかなり楽しくさせてくれたなというふうに思ってまして、特にちょっとガリガリのですね、斜面に出会ったりとか、ゲレンデこう滑っていって不整地でないところを滑っていく中で108ミリっていうのは、まあ、そこまでですね、取り扱いに困るってことがない板だったのかなというふうに思っています。で、パークなどにも入ってるんですけども、私自身は不安を感じるということではなくて、非常にオールラウンドな板かなというふうに思っております。例えばスキーで、速度出せる方、もう急斜面とかも行けるよという方であれば、非常におすすめの板になるかなというふうに思います。私は長さ180センチの使ってるんですけれども、スピードがかなり出る印象があります。私はそこまでスピードを出すスキーっていうのができないので、正直オーバースペックかなというふうには思ってるんですけども、大きなですねジャンプ飛んだ時とかっていう時に不安感がですねあまりないっていったところ、安定した滑りができるといったところで評価、高いかなというふうに思っております。レベルとしては割と上級者モデルになるかなというふうな印象があります。まあ、本格的にバックカントリーで自分で歩いて登っていくとかという方に関しましては、若干こう重たい板になってしまうかなと思いますので、より軽めの板の方が楽な部分はあるかなというふうに思います。印象としてはすごくしっかりした板といった印象だと私は感じております。またビンディングのですねセット位置に関してなんですけども、前まではですねパウダー専門、あんまりですねその雪上でトリックをかけるっていうことをですね考えてませんでしたので、結構後ろ目につけてたんですけども、今回ですね108に関してはだいぶ真ん中寄りのですねレコメンドっていうところ少し前に出した形を取ってみました。これ非常にですねビンディングの位置って数センチで感覚が全然違うもので、私自身この初めて前にした時本当にですねこんなに滑りづらいのかっていうぐらいですね滑りづらかったんですけども、今は慣れてですね、後ろ向きで滑ったりとか360ですね、かけたりするときに非常に楽になったなというふうな印象があります。何だけですね滑られるという方であれば、まあ、レコメンドの、位置ですねから、ここからですね1センチ2センチ下げていただくっていうのがいいのではないかなというふうに思ってます。で、108ミリですねのパウダーの浮力ってどれぐらいなのかっていったところなんですけれども、やっぱり116に比べると、ビンディングの位置もあるんですけども、少し浮きづらくなったかなというふうな印象はあります。他にはですねバター系のトリックあるんですけれども、こういったですね板をですねすごくしならせるような技に関しては若干やりづらいかなというふうな印象がありました。これは私のテクニックもあるかもしれないですけども、まあ、状況としてはやっぱりこう強いスキー
しっかりとしたスキーでスピードを求める方にはですね、このマインドベンダーいいかなというふうに思っております。山をですねゆったり楽しんでバックカントリースキーやってみたいという方であれば、もう少し軽い板の方がいいと思いますし、パークとかに入ってみたいという方であればもうちょっと柔らかめの、板を選ばれるといいのかなというふうに思ってます。私自身はちょっと今K2 のシリーズで言うと、リコナーっていうですね、柔らかめのフリーライドの板があるんですけど、そちらもちょっと気になってて、今後ですね、もしかしたら購入するかもしれないです。で、K2 に関しては来年からもう一つですね、シリーズが増えるとのことで、リコナーと、マインドベンダーの間くらいの柔らかさで、軽いモデルが出るとの、実物は見てないんですけども、ネットの記事などを見てるとそういった印象を抱きました。結構私は K2 好きなので、他の板はですね、面白いなと思った板とか、山に行くならこういう板がいいかなという時に見つかりましたら、随時発信していきたいなというふうに思っております。この板の詳細につきましては下の方に、リンク貼っておきたいと思います。もしこの動画役に立ったなと思いましたら、グッドボタンの方、 SNS のシェアよろしくお願いします。本日もありがとうございました。気をつけていってらしてください。